ようこそ。ほら君、決めポーズしなきゃ。チームワークがなっちゃいないな。ポーズも決められないからね。よし、今からポーズの練習だ。ちょっとそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。おっと、そうだ、悪の天才を懲らしめるんだ。ジャコ君に協力してね。よりによって陣内が死体体じゃないか。なんだ、私は運が悪いんだ。しかし逃げるわけにもいかないぞ。宇宙船のパーツをこの辺りに落としてしまったからな。さすがはサンゴだ。その調子で戦ってくれたまえ。体が思うように動かねえ。朝の体操サボるんじゃなかったぜ。しまった、徹夜でゲームしてたせいで力が出なかったぜ。ここにはいろんなものが落ちているようだ。何かに使えるものがあるかもしれないぞ。
この義乳様が。できながら、あっぱれ。どうにか悪の戦隊は撃退できたようだ。私たちのチームワークの勝利だな。少しはマシな動きができるようだな。おし。よう。正義のヒーローは常に上を目指すの。そのための手合わせだ。君も正義のヒーローだから当然参加してもらうぞ。手合わせを通して自分の弱点を克服するのよ。頑張ってその調子で戦うんだ。頼もしくなってきたわね。
わるよ。どうだった？この調子で次の手合わせにも勝とうじゃないか。あ、そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。凶暴な性格に戻してやる。おい、お前らザコばかりに構ってるとベジータの野郎に踏みつぶされちまうぞ。おのれ、
騒がしいと思ったら猿が暴れてやがって。俺様に勝つ気でいるのか。面白い冗談だ。バカめ。全く見苦しいな。100倍で100倍。皆まとめて勝負に届く。これともあろうものがドジっちまったぞ。ドドリア、まだ倒れるんじゃ。バカな、くそったれ。強さだとは思わなかったぞ。さま、私の傷を、この地声は捨ても許さんぞ。少しはマシな動きができるようだな。教えがいが。ようこそ。ナメック星人の皆様、こんにちは。早速ですが、ドラゴンボールを分けてください。敵はドラゴンボールを狙っています。お願いします。どうか守ってください。すまない。私の力だけでは守れない。力を貸してくれ。私の言うことに従っていただけないですか？殺しますよ。ドラゴンボールを渡せないなら死を選ぶというわけですか。
生は絶対奴らの手には渡さない。特戦隊の赤いマグマ、ジー。そしてこの俺は、ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様だ。
何をやっとんじゃベジータのやつは。違いますよ、それは父さんじゃなくて敵と体が入れ替わっちゃってるんです。ほうほう、それはまた決体の技じゃの。本来の歴史だとギニューと入れ替わったのは悟空くんだったわよね。ええ、そうです。またトアとミラが何か仕掛けているのでしょう。奴らのことは俺に任せて、あなたは歴史。少しはマシな動きができるようだな。教えがいが。そろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクエムウルトラファイティング。おI'm sorry.
さあ、いいものやるよ。ターレスを止めて、新生児の身を食べさせる気よ。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。よっ、義乳特戦隊隊長、義乳様参上。部下のピンチは我がピンチ。ゲニュー隊長参上。トすみません、ゲニューの体を奪われてしまった。なんてやってもよくなっちゃう。今そちらに向かってます。ああもう、そうね、とりあえずこの場をなんとかしなくちゃ。チェース、おい、一体何をやってるんだ。ギニュー隊長、すみません。最後のボードに参加されたぞ。それのことではないぞ貴様。すみません。まさか隊長がエンチェンティされているとは思わなくて。わけわけ、いつ何度二人とも油断は禁物だ。カランドル、お待たせしました。ギニュー、俺の体を返せ。返せと言われて返すばかりか。安心しろ、お前の体は死ぬ。私が有意義に使ってやる。おめえ悪そうな顔してんけど、カトランだな。よし、あいつらを一気にこじ切っちまうぞ。この歴史の時さ、まだ義乳を撃てなかった。あの、できれば一気に決めるんじゃなくて、さっき来た彼は倒さないでほしいです。どういうことだ。再び形勢逆転。
いいぞ。どこかで見たことのある顔の貴様、よくやったぞ。ギニュー特戦隊の一員としてやろう。せっかくの面白だよ、遠慮させてもらう。俺の狙いは別にあるんだね。これで解決だと思った瞬間に、すみません、こんなことになっても、俺の手で振りたいところだ。俺はこの道に行くのに変わらない。僕は道の前試合を待ってまだ僕の手で魔力の手に入れ替わるのは正しくしてもらえる。そうです、ターレットの方針キリュウがもう一度チェンジを仕掛ければ、まだまだ道に戻せるはずです。なんで、なんで俺がそこにいるんだ。お互いの元に戻れたみてえだな。くそー、今度こそ懲りた。チェーン、もう行かねえぞ。それが限界だとしたら、とんだ期待外れだぜ。これまでの動きから察するに、ターレスとスラックにトワとミラが協力しているのは間違いないわね。一度は何とか撃退した相手だけど、トワの科学技術は厄介よ。ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、かなりの実力者でした。大量の霧エネルギーを受けて復活したミラはさらにパワーアップしているはずだわ。油断は禁物ということじゃな、ノートランクス。はい、先ほどはすみませんでした。まんまとトワの罠に引っかかってしまいました。お恥ずかしい限りです。本当よ、もうもう少しで歴史がめちゃくちゃになるところだったわ。トワの悪知恵もミラの力も侮れないわよ。あなたも気をつけてね。俺たちは二人でミラを追います。あなたは引き続き歴史改変の修正をお願いします。歴史改変か、ターレスのやつまた出てくるじゃろうな。いいもの入ってるよ。
いいもの入ってる。入ってるよ。いいもの入っ。ようこそ。このエリアに散らばったドラゴンボールを集めてきてください。遊んでやるとするか。こいつのどこにこれほどのパワーが隠されていたんだ。手に入れたドラゴンボールをタイムマシンに持って帰ってください。
ドラゴンボールを転送しました。残りのドラゴンボールを集めてきてください。やろうってのか。残りのドラゴンボールもあと少しです。頑張ってください。新たなドラゴンボールの反応が見つかりました。探してきてください。おいなし兄弟トゥー。さーてと、そろそろお遊びを始めようぜ。やるじゃない。なかなかいい。思ったよりやるじゃないの。この野郎、調子に乗りやがって。この野敵にドラゴンボールを奪われました。取り返してください。宇宙一のスピードを誇るこの俺にどこまでついてこられる。これほどの戦闘力を持っていたとは。速い。なんでもない攻撃だったはず。野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。
このエリアに散らばったドラゴンボールを集めてきてください。へっへっへ、やるじゃない。ギニュー特戦隊ピンク、ギニュー特戦隊来るだ。3人揃ってギニュー特戦隊先鋒。今日の俺たちの任務はドラゴンボール集めだ。行くぞお前ら。あお、おお、この野郎、どうするんだよ。おい、後でギニュー隊長に怒られるぞ。さあ、最低のギニュー隊長。おい、グルド、やられちまったのか。まいったな、こりゃ。手に入れたドラゴンボールをタイムマシンに持って帰ってください。ドラゴンボールを転送しました。残りのドラゴンボールを集めてきてください。手を出すわけじゃないぞ。いちいち説明せんでもいい。
だ。敵の足も出せないままやられるなんて。よし、ファイティングポーズでもやるか。サブリーダーである俺がバッチリ教えてやるぜ。カモン、ファイティングポーズは教わってやるものではない、自らの心で行うのだ。そんな愚かなものにサブリーダーを名乗る資格などないわ。間違ってました。分かればいいのだ。分かれば。なんてや